皆さんこんにちは、大口です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの3の5番の解説動画となっています。問題を解いていない方もこの後すぐに問題を表示しますから、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。ではまず、いつも通り選択肢から見てどういう種類の問題なのか予想できるか見ていきます。そうすると、 A. Noticed で、 B. Notice で、 C. Noticeable で、 D. Noticeably ということで、すべて Notice の形を変えた形、もしくは派生語が来てるなというふうにわかりますね。で、こういったパターンの場合は基本的に品詞が分かれていることが多いので、まあ、空欄の前後もしくは全体の形を見て文法的に入りやすいものからまず入れて、でその後に意味を確認して答えを出していくという風になります。ということで、今回後ろはないので前を見てみると、 without という単語が来ています。 without というのは、品詞はまず前置詞ですね。で、意味としてはほにゃららなしでといったような意味ですよね。もちろん前置詞ですから後ろに来る形は絞られますね。名詞か ing、 まあつまりこの場合は同名詞ですが、まあ名詞か同名詞が後ろに来ますよね。ということで、まあ名詞か同名詞を選択肢から選んでいくことになるんですが、まず選択肢の A noticed は、notice の過去形もしくは過去分詞形としか考えられないですから、まあこれは名詞じゃないということで×で、 C の noticeable ですが、語末にですね、あぶるとついている単語、これは基本的に形容詞なんですね。ですから意味はどうであれ、品詞的に C も×で、 D の noticeably、 これはまあ C の noticeable に、まあ最後 ly っていう形になって終わっているものですが、つまり形容詞に、まあ、ly がついて終わってるわけですね。形容詞に ly がついたものは、まあ、これ以前もやった通りですね。基本的に品詞は副詞になりますよね。ですから、これも品詞的にダメだ。ということで、結果的に答えは B の notice だというふうにわかります。ということで、まあ、消去法で解くことはできるんですが、まあ、本当の英語力をつけていくために、まあ、この場合の notice の意味であるとか、まあ、他の選択肢に関してもね、しっかり意味なども見ておきましょう。まず、今回の答えになっている notice についてですが、動詞と名詞の使い方がまずあると思ってください。で、まず動詞からですが、なんとかに気づくという意味ですよね。で、名詞はですね、まあ、この notice の気づくというところから、まあ、何か気づくためのものと、いうことで、知らせであるとか通知といった意味があります。もちろんね、他にもいろいろ意味があったりするんですが、まずねこの2つしっかり整理して覚えてください。で、この場合は当然 without の後ろなわけですから、名詞の notice ということになりますね。ですから知らせなしでとか予告なしで通知なしでといった意味になります。で、意味としても確認しておくと、 prices may change ですから、値段というのは変更するかもしれないということですよね。で、without notice、予告なしで、ですから値段は予告なしで変更するかもしれませんというふうに意味が通じますから、これ回答として OK ということになります。今回の問題部分の解説はここで終わりになるんですが、今回名詞の notice を使った表現が出てきました。で、他にもいくつか押さえたいものがあるので、ここで見ておきましょう。名詞の notice を含む重要表現ということで、まあ、いくつか見ておきたいんですが、まず問題に出てきた without notice です。これは予告なしにとか、もしくは事前通知なしにといったような意味になります。これはもう大丈夫ですよね。そして2番 until further notice ですが、これはですね、まず until、 これがなんとかまでずっとという意味ですね。で、 further の部分ですが、これは今回 notice という名詞にかかっているので形容詞として使われています。で、形容詞である場合、この単語は、まあ、さらなるといったような意味で取れば OK です。で、もちろん notice っていうのは、まあ、知らせとか通知とかそういった意味ですから、直訳すると、さらなる知らせまでずっと、さらなる知らせがあるまでずっとという風になりますよね。で、これをね、綺麗な日本語にすれば、追って知らせがあるまでといったような感じになります。で、3つ目が、on
such short notice になります。まあ、これも訳で考えていくと、まあ、on というのはもともとくっついている接触といったような意味ですが、まあ、なんとか上で、なんとかでぐらいで考えてもらって、で、such というのは、もともとの意味は指示語的な意味ですから、まあ、それほどとか、で、またそこからですね、非常にといったような意味もあります。で、short というのは、まあ、当然、短いという意味ですよね。で、notice は、知らせ、通知ということですから、直訳すると、まあ、それほど、もしくは非常に短い知らせで、といったような感じになります。で、この、今回の short、短いというのは、まあ、知らせのその分量の長さが短いとか、そういうことではなくて、その知らせがあってから、その出来事までの時間が短いというふうに言ってるんですね。ですから、知らせがあってからすぐにその出来事があるということですから、じゃあこれどういう通知なのかと言ったら、急な通知という感じですよね。ですから、まあ、ちゃんと綺麗に訳すとするならば、まあ、非常に急な知らせでといったような感じになります。で、このフレーズというのは、ま、いろいろ変わる可能性があって、例えば別にこれ察知がなくてもですね、on short notice で、急な知らせでとか急にという意味で使われますし、この short 短いという部分を、まあ、逆の long に変えれば、まあ、長い知らせでという風になるわけですが、この長いというのも、予告してからその出来事までの時間が長いという感じですから、ちゃんと、事前の通知で、ちゃんとした事前の通知でみたいな意味になるわけです。また、この on もですね、atになっていることもあります。まあ、いろいろ変更の可能性があるんですが、まあ、今のポイントを押さえていただければね、それにも対応できると思います。ということで今回、without notice。予告なしに、until further notice。追って知らせがあるまで、さらに、on such short notice。非常に急な知らせで、非常に急にといったものを扱いました。まあ、これらは非常に大事な表現になりますので、ぜひ覚えておいてください。ちなみに、noticeable。というのはですね、まあ、炙るというのは何とかされるといった意味のね、語句の塊を作ることが多いので、この場合も、まあ、気づかれるようなものということです。で、気づかれるっていうのはどういう状態かというと、目立つとか、顕著なといったようなイメージですよね。まあ、要するに、まあ、見てはっきりと気づくといったようなイメージです。で、noticeably は、まあ、それの、副詞ということですから、目立ってとか、まあ、顕著にとか、著しくといったようなイメージです。ということで、今回、notice という単語が出てきましたが、notice というのは動詞では何とかに気づくという意味ですよね。で、同じようにですね、英語では気づくという意味の単語いくつかあるんですが、まぁ、ちょっとね、違いが分かりにくい部分があるので、今回は3つピックアップして皆さんにお伝えします。まず、notice からですが、notice は、視覚とか聴覚とか嗅覚などといったようなですね、五感を使って気づくという感じなんですね。ですから、なんか見たりとか聞いたりとか、まあ匂いがしたりとかね、そういったものによって注意を引かれて気づくといったような感じです。例文で感覚をつかんでおくと、I noticed the spelling error ですから、私は、見てこの場合気づいたということですが、the spelling error、spelling error というのは、まあスペルのミスということですね。ですから、私は見てそのスペルのミスに気づいたという感覚になります。これがまず notice の感覚です。次に recognize という単語ですが、これはですね、もうすでに経験済みとか、もしくはもう知っているものだから気づくとか認識するといったような意味になります。これもね、例文で感覚掴んでおきましょう。I recognize them by his voice ということで、まず I recognize them ですから、私は彼に気づけた、認識できたということですね。で、by his voice ですから、この場合は、なんとかによってという意味ですね。ですから、彼の声によって彼を認識できたといったような意味になります。で、これもですね、彼の声をすでに聞いたことがあって知っていたから認識できたという意味ですよね。この感じが recognize の感覚になります。で、最後、realize ですが、realize というのは、まず、頭を使っている。頭でいろいろ考えるという感じ。で、頭でいろいろ考える中で、ふと、その中で気づいたりとか、もしくは理解するという感覚になります。はい、これも例文で見ておくと、I realize how important time is ということで、で、まず、I realize 私は気づきました。頭でね、考えているうちに気づきましたということですね。で、以下、how 以下の部分は、
How から、まあ、最後の is までが一つの名詞節の塊になっていて、で、How important の部分が意味としては、まあ、どれだけ重要かぐらいの意味になって、time is ですから、時間がということで、まあ、時間がどれだけ重要かということを、私は分かった、理解した、気づいたという意味になるわけです。で、これもですね、まあ、いろんなことがあって頭で考えているうちに、あ、やっぱ時間ってすごく重要だなというふうに、まあ、気づいたり理解したといった感じのニュアンスです。ということで、まあ、これらが notice, realize, recognize の大まかな違いになります。まあ、もちろん細かいことを言えばね、いろんなことが出てくるんですが、まずはね、ここまでしっかり押さえるようにしましょう。では、最後文全体を読んで終わりにしましょう。Prices may change without notice. ですから、値段は予告なしで変更されるかもしれません。変更の可能性があります。という意味でしたね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.